すっかり秋の風物詩となりましたハロウィン。夢さがにも楽しいアイテムがたくさん揃っていますよ。例えば飾り付けるアイテムでこのように仮装するのも OK。 さあ今日の夢さがプラスは、夢さが1階イーストコートにありますワンズテラスよりハロウィンを楽しむことをプラス。ご案内はスタッフの土井さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあハロウィンの楽しみ方といえばやっぱり仮装ですよね。中でもおすすめはこちらの親子で楽しむコスチュームデビルマントです。仮装初心者の方におすすめ。さっと羽織れば悪魔に変身、背中の羽もポイントで帽子もセットになっています。お子様にはドラキュラマントやかぼちゃのパンツなどもあります。佐賀市ではハロウィンパレードもあるそうです。安っぽい昭和のんのんワンズテラスのアイテムで楽しくかっこよく決めちゃいましょう。お値段は大人用デビルマントは2592円、子供用ドラキュラマントは2160円。さらに今日は夢タウンで夢カードも5倍です、はい、さあ続いてはトリックオアトリート。ワンズテラスのおすすめのお菓子です。お菓子をたくさん詰め込めるハロウィン模様のバケツにハロウィン限定さまざまなお菓子を用意しております。中でもかぼちゃのスコーン、こちらはお子様と一緒に作ると楽しいですよ。保護者の皆さん、お菓子をあげないといたずらされちゃうかも。お値段はハロウィンバケツは745円、限定お菓子は230円から。しかも今日は夢タウンデー、夢カードも5倍。ハロウィンを楽しむアイテムならワンズテラス。さあ整いました。年に一度のハロウィンとかけまして、かけまして、人気の歌謡曲と解きます。その心はどちらも素敵な歌詞が必要です。